9月8日公開のドキュメンタリー映画、ヨシキ、アンダー・ザ・スカイのジャパンプレミアが9月5日に行われ、監督を務めた X ジャパン、ヨシキと出演アーティストの一人であるハイドが登壇。その中で、ヨシキが同作に出演するストーンズメンバーとの食事会について振り返る場面があった。同作は、様々な国のアーティストの楽曲をプロデュースしているヨシキが、コロナ禍で苦境に立たされた音楽業界にエールを送るべく企画されたもので、ストーンズやハイドのほか、ザ・チェーンスモーカーズ、スコーピオンズ、サラ・ブライトマンらが登場。予告映像では、ストーンズが雨に打たれながら、ヨシキの提供したデビュー曲、イミテーション・レーンを披露するシーンがあり、公開前からストーンズファンの間でも話題となっている。ストーンズ、ジェシー、ヨシキ&ハイドとの写真を催促。今回行われたジャパンプレミアのトークショーでは、ヨシキが、ストーンズの、ジェシーとさあ、ちょうど1年くらい前にハイドさんと3人で飲んで、あ、インスタ上げていい。写真、そういえば写真撮ったね、と、突然、ハイドに対してスリーショットをインスタグラムに投稿していいかと質問する場面も。これに対し、ハイドが、それ、写真、おジェシーが、いつくれるんですか?って、ずっと僕に言ってきてますよ、と伝えると、ヨシキはうっかりした様子で、そうだ、そうだね。プールサイドで3人でピースして、撮った、と話し、続けて、僕はジェシーとも話すんですが、今回こうやってこのプロジェクトにも参加してくれて、感謝している、とコメントした。また、ストーンズのみんなとはたまに食事とかする、というヨシキは、会うたびに彼らは素晴らしいアーティストになってきて、とメンバーを絶賛。彼らのデビュー曲として僕が作曲させてもらった、イミテーション・レーンという曲を、僕の映画の中で一緒にパフォーマンスできるっていうのは、本当に感謝でしかなくて、すごいかっこいいものになってると思います、と観客にアピールした。ネット上では、同作を先行公開で見たというストーンズファンからの、感動して泣いたという報告が散見されます。世界中のアーティストのライブを映画館で見られる贅沢さもあって、ヨシキファンだけでなくストーンズファンも楽しめる作品だと評判です。芸能記者。ジェシーが明かした、ヨシキのパン事件とは。なお、今回ヨシキが明かした3人の飲み会については、昨年10月15日放送のラジオ、ストーンズのオールナイト日本サタデースペシャル、日本放送でジェシーがその様子を報告。それによると、3人が飲食店で合流した後、ヨシキは何か適当に持ってきて、ジェシーのためにと注文。料理が運ばれてくると、ヨシキはこの時間にパンはないでしょうと不満を口にしたそうだが、この時、ジェシーはこれがパンではなく唐揚げであることに気づいたそう。ヨシキらが真剣な話をしていたため、ジェシーはあえてそのことに触れなかったと言います。しかし、パンだと思い込んでいるヨシキは、唐揚げを素手で掴んで食べてしまい、一方のハイドはフォークを使って、美味しいね、と口にしていたそう。結局、ヨシキだけ手が汚れていたと明かしていました。このエピソードはヨシキファンの間でも、パン事件、として広まっており、SNS 上では、ストーンズが普段のヨッちゃんの様子を話してくれてありがたい、と感謝する人も見られます。どう?また、今年4月21日開催のストーンズの東京ドーム単独公演では、ヨシキがこのためだけに米ロサンゼルスから来日し、サプライズ登場。この出演は、ジェシーがヨシキに直接電話をして、東京ドーム、公演、出てくださいますか?と頼み、その場で OK をもらったことで実現したそうだ。両者の交流が始まったのは、X ジャパンを長らくリスペクトしている滝沢襲名氏、ジャニーズ事務所前副社長が、ストーンズのデビュー曲の提供をヨシキに熱心に頼み込んだことがきっかけでした。要は滝沢氏がいなかったら、ヨシキ、アンダー・ザ・スカイにストーンズが出演することもなかったということ。7月13日発売の週刊文春、文藝春秋は、次にジャニーズ事務所の退所が噂されるグループとしてストーンズを挙げていましたが、仮にメンバーが事務所を辞めた場合、
2B ではなく YOSHIKI を頼る道もありそうです。どう？最近はボーイズグループ、XY をプロデュースするなど、若手グループの育成にも力を入れている YOSHIKI。今後、ストーンズとさらに関係を深める可能性もありそうだ。